い、生きとるかうん。おお、ちゃんとおったようじゃの。どうじゃ最近は。東大森と仲良くしておるかの。そうかそうか、ラブラブか。アルメティカの記憶も取り戻せてるようじゃし、順調みたいじゃの。それにしてもあれじゃの、アルメティカのことを知った時はさすがの我も驚いたわ。ジェノムにいろいろなものがおることは知っておったが、まさかあれほど巨大とはの。そうじゃろそうじゃろ、何せスーパーなレディである我でさえ驚かされたんじゃからの。お前さんが驚くことも無理ないことじゃ。アルメティカはその巨大さも驚きじゃが、何より驚きなのはその上で人々が生活してるということかの。しかも巨大な生き物の上にデデデーンと建物が建っておるわけじゃよ。重くないんかの。まったくな感想じゃの。しかしそこはあれじゃな、情報集約都市と言われるだけあって、それだけのメリットがあるんじゃろ。人や文明が発達すればするほど情報というのは価値を増していくしの。歴史や学問もそうじゃが、ラシエラの全てを記録してるとなれば、そこに人が集まるのは必然かもしれんの。特にプラズマのような機関にとっては情報が第一じゃからな。どこで誰が何をやっていたなんてことが分かれば、調査なんぞかけらも必要なくなるからの。それはあれじゃな、情報屋も言っておったじゃろう、引き出す資格が与えられるとな。つまりは手に入れられる情報には個人差があるというわけじゃ。まあアルメティカが生きておることを考えれば、与える情報に制限をかけてもおかしくはないじゃろう。もし誰かで構わずに全ての情報が手に入ったとしたら、プライベートなことまで筒抜けということになるからの。お前さん、今やらしいことを考えたじゃろ。全ての情報ということは、あんなことやこんなことまで知りたい放題じゃからの。いずれにしても今のお前さんでは東大森に直接触れることはかなわぬしの。何より今のお前さんにとって重要なのは知ることじゃからな。気になるか。別にそこまで難しい話ではないんじゃがの。お前さんは今あやつの記憶を取り戻し、一つ一つ知っていっておるであろう。つまりはそういうことじゃ。お前さんはお前さんの思う通りに行動するがよい。それがどういう形で現れるかは我にもわからんが、結果として東大森、ひいては我のためになるんじゃよ。おっと、少しばかり口を滑らせてしまったかの。これ以上口を滑らせる前に、詳しく、じゃと？それは無理な話じゃな。なぜなら、その方が我が楽しめるからじゃ。こっちは娯楽というものが少なくていかんからの。ならせめてお前さんや東大森をいじるくらい許されてもよいじゃろう。というわけでこの話はここまでじゃ。この次も生きて会えることを祈っておるよ。